どうも、マサイです。お願いします。さあ、今回はね、2024年高校サッカー選手権大会都道府県予選。少しずつ少しずつ代表校決まってきました。そのね、都道府県予選、今後の注目カード、えー、今決まってるカードで僕なりにね、ピックアップして見ていきたいなと思います。さあ、今年はね、プレミアリーグ所属の強豪や、前回出場チーム、インターハイ出場チームが、軒並み破れるというね、波乱の予選となっております。さあ、残りの試合。 どうなっていくのかさあちなみにね前回も注目カードやったんですが東京ねあれからまだ試合が行われてないので東京の注目カードは割愛させていただきます、えー、個人的なピックアップなってますのでそこはしからずということでお願いしますさあ早速いきましょう今決まってるね注目カードはこうなっておりますどうぞさあここら辺を上げてみました鹿島学園 vs 名州ひたちもうこのね茨城の二強と言ってもいい二チームが当たります 今年のねインターハイ予選決勝もねこのカードでして2 0で鹿島学園がね全国出場を決めておりますそして過去10年のね選手権予選でのね対戦成績も結構あります 6回ね当たっておりますねお互い3勝3敗ということで五分ですねさあ今年はどちらが全国出場を決めるのかそして日体大柏 VS 流通経済大柏の柏対決さあ日体大柏はねプレミアリーグ所属強豪の一船を破り勝ち上がってきました今年のねインターハイ予選準決勝ベスト4で当たってまして流通経済大柏が2対0で勝利し決勝進出しております過去10大会のね選手権予選でも当たっておりますも もちろん3回ですね当たっておりまして2021年2回戦で当たってまして龍慶の勝利そして2017年は準決勝で当たってまして龍慶の勝利 PK 戦ですねそして2014年は準々決勝で当たっておりますそこもね龍慶が勝利しております過去10大会選手権では日体大柏は勝てておりませんそして日体大柏はね県一部所属なんですが流通経済大柏のね C チームもね県一部所属です 今年リーグで2回当たってまして、6対2で日体大柏の勝利、そして1対1で引き分けとなっております。さあ、日体大柏龍慶に挑むという形になりますね。龍慶はね、世代別日本代表、そしてね、J、内定選手もいるね、非常に強豪です。その龍慶を倒して日体大柏2年ぶりの全国なるか。大江 VS 草津東の滋賀決勝、強豪ですね、どちらも。さあ、過去5年の予選での対決は、去年の選手権予選決勝で当たっておりまして、 2022年の決勝もねこのカードで4一1で大見そして2019年も決勝このカードでしたその時は3対1で草津東でした京都立花 VS 東山さあ京都といえば現在この2強でしょう過去5年のね選手権予選対戦成績は去年の決勝ですねまず2対1で京都立花が勝利しておりますそして2022年の決勝は3一1で東山そして2020年は京都立花と過去5年で言うと2勝1敗京都立花が勝ち越してます 履正社 VS 阪南大高校。さあ、U17 日本代表木村選手のいる履正社。そして、今年インターハイにも出場しまして、大津を破った阪南大高校の対決となりました。過去5年選手権予選では4回当たっております。2勝2敗のね、5分となってます。今年はどちらが勝利し全国へ行くのか。 徳島市立 VS 徳島商業今年のインターハイ予選準決勝で当たっておりまして4 0でね徳島市立過去5年の選手権予選の対戦成績は4回当たっておりまして3勝1敗で徳島市立が勝ち越しております佐賀東 VS 龍谷こちらもね佐賀の2強と言っていいでしょう過去5年の選手権予選対戦成績は20212019と3年連続当たっておりまして 2勝1敗で佐賀東が勝ち越しております。長崎総大付属 VS 創成館。国見が敗れた長崎の決勝となってます。過去5年の選手権予選対戦成績は3回ありまして、2勝1敗長崎総大付属が勝ち越しております。大津 VS ルーテル学院。現在プレミアリーグウエストのね、首位をひた走る大津高校。過去5年のね、選手権予選対戦成績は3回ありまして、2勝1敗で大津が勝ち越しております。しかしね、2020年はね、準決勝でルーテルが PK で買ってますからねさあラストに神村学園 VS 鹿児島実業インターハイ全国準優勝の神村学園に古豪鹿児島実業が挑むという形ですねさあ過去5年の選手権予選対戦成績は1回しかありません2022年2年前の決勝ですね2対1で神村学園が勝利しておりますさあ見ていただきました現在決まっているカードで 選びました注目カードでした。またま今週末も結果速報を上げていきたいなと思いますのでご視聴よろしくお願いします。それではまた。